はい、やってまいりましょう。手持ちの積むすべて紹介するまで終わりませんということで、続きましては野獣ですね。これはこう消せる範囲は一定なんですけど、こうスキルを上げていくにつれて必要積む数が減っていくっていう、そういう積むみたいですね。まあ、もともとなんか20個くらい消してくれる、まあ、優秀な積むではあるんですけれども、これをね、なんか主力で使ってる人がいるみたいでして、僕のその LINE の中にですね。で、それでなんか1200万点くらい取ってる人がいるんで、まあ、だからスキルとかマックスにしたら相当早くガーってね。まあね、これが例えば10個くらいとかで消していけるとかだったら、まあ20何個を10個で消せるんだったら、なんかエンドレスできたりしそうな感じはしますよね。もう一回いきましょう。ただこれ、うろ覚えなんですけど、確かあれですかね、ボムも一緒に消しちゃう威力を持ってるツムでしたかね、確か。だとしたら、その出現しているボムを全部使ってから、スキルを使った方が、まあ、ポイントは稼ぎやすいというふうには思いますね。ところでこれね、あとね、時間内に男の子のツムを使ってトータル1460個のツムを消しましょうっていうようなミッションをやってるんですけど、次がね、予定ではダース・ベイダーなんですけど、いけるかな？ダース・ベイダーで。で、その次がまた今度女の子に変わっちゃう予定なので、まあ、そうなると、まあ、ちょっと、ミッションを時間内にクリアするのが難しくなるような気もするんで、まあ、ちょっとここのちょっと もう一回くらいちょっとスキルを使って、今のうちにできるだけ消しておきたいけど、いけるか、間に合い、よし、ガシュ。はい、あーと500個違うな、600個消さなくちゃいけないんですね。きついなー。570個くらいですね。これを次のワンプレイでダースベイダーどこまで消せるかですね。はい、時間内に終わることができるのか。491ですもんね。これなかなかきついかもしれないですね。まあ無理だった時は無理だということで、ご愛嬌、そんな感じです。ということでまた次回では。